国際法協会は、イギリスのロンドンに本拠を置く、非営利法人。協会の検証によれば、国際法に関する研究ならびに、国際法の名文化及び、開発、国際社会における、国際法の理解と遵守の支援を目的とする。国際法協会は1873年、ドイツ帝国下のベルギーのブルッセルにおいて設立された。当初の名称は、 国法の改革と性文化のための協会であったが、1895年に国際法協会と解消され、1897年には協会を母体として万国解放へが創設された。国際法の分野で世界で最も古くから運営されている団体であり、国際的な非営利法人として国際連合諮問機関の地位を得ている。国際連合には、 多くの専門組織があるが、現在の国際法協会には活動中の委員会が20、研究グループが8つある。グループは、それぞれのテーマを持ち、国際司法及び国際広報を分析する。それぞれのグループの決議は年に数回、協会のメンバーに報告されている。活動中の会員数は4500人以上で、法律実務課や学術団体の会員、 政府職員や裁判官から法律家でない商工業、金融の専門家、運送業団体や仲裁機関の代表者、商工会議所の代表者などもいる。協会の資料は協会の初期のものから今世紀のものまでロンドン大学高等法学研究所に保管されている。一年おき開催される世界大会では国際社会に用立てるための 国際法協会報告書が発行される。2018年8月にオーストラリアのシドニーで開催された第78回世界大会ではメンバーにも公職メンバーと同様の参加が認められた。2020年8月23日から27日に予定されている第79回世界大会は2020年東京オリンピックに続き京都で開催されることになっていたが コロナウイルス感染症の世界的パンデミックにより延期することが発表された。教会が運営する支部は63つあり、地域ごとに設置されているものの一つの国に一支部となっている場合が多い。ある地域に支部が存在しない場合は、その地域の公職であるメンバーが教会本部のメンバーを兼ねる。日本支部は1920年12月13日に設立された。 現在の代表理事は外務官僚で国際海洋法裁判所裁判官の柳井俊二。ありがとうございます。